星野から奥田、クロスを上げる、ファーサイドヘディングシュート決まった、小林の J 初ゴール、追加点、後半の17分、ガイナーレが追加点、小林の J 初ゴールは見事なヘディングシュート。さあこれで2対0、奥田からのクロス、ドンピシャで合わせたのは19番の小林です。